それで通して読んでくれましたけど、はい、どうでしたか？よくあんな本書くね。でもそこに小栗さくらの気持ちもいっぱい入ってます。もう 100% 以上入ってる。こんにちは、長野さとみです。お元気ですか？これは歳三が見た海の付録のおしゃべり動画です。それでは早速行ってみましょう。小栗さくらさんです。歴史タレント、歴史小説家の小栗さくらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。上杉正蔵さんです。お願いします。上杉です。まず私の方からですね、お聞きしたいことがいっぱいあるんですけど、さくらちゃんがね、その MC とかやってくれていたし、歌ってもいるし踊ってもいるし、そんなさくらちゃんが小説を書いたって聞いて本当にびっくりしたんですよ。でしかも読ませていただいて、これがと思って、もうこのね、女性っぽいね、可愛らしい、見かけによらない、すごいな、荒々しいっていうか激しい文章をお書きになる小説家なんですよ。でそれが一体どこから来るのかとか、どうして書くことになったのかとか、その辺をお聞きしたいです。小説というの自体は本当に出す本当直前ぐらいまで考えていなくって、なんかもともとその新選組はやっぱり好きだったので、何かの形にしたいなっていうのはずっと思っていて、で最初にそれが形になったのがその歌の方で、もう土方歳三さんをイメージした曲を、2014年に出したんですけれども、でその時に一つようやく形になったなっていう気持ちがあったんですね。でそういう司会とかもいろいろさせていただく中で、作家さんのこの司会とかもさせていただくことってあったんですね、歴史小説家の方々の。でその時に講談社の方にちょっとお話しする機会がありまして、でそしたらその方が調べてくださってたようで、ちょっと帰ってみないかというお話をいただいて、でやっぱりこうね、いろいろ気遣いをしていただきまして、好きなところから帰っていいよと言ってくださったんですね。でじゃあ新選組からでいいですかということで、もうそこから本当に急に書き始めたんですけど、それまで歴史コラムとかそういった文章を書いてたんですけれども、ちゃんとした小説というのはやっぱり初めてで、それまで一応その自分のこう、趣味みたいな感じで文章を書くことは多少あったんですけど、ちゃんとこの一つの話を完結させるというのは初めてだったので。本当にいきなりあれですか？いやー、もう結構ね、書きたいことが逆にありすぎて収めるのが難しかったです。本当。でもあれを書くにあたり、やっぱりいっぱい、もちろん知識として随分溜め込んであったんでしょうけど、調べたり、読んだりもされたんでしょう？そうですね。なんかもともとその知っていた部分ももちろんあったんですけど、やっぱ書くにあたっては、もう一回、知識というかその資料って更新されていってしまいますよね。なんかやっぱり新しい資料もたくさん出てきますし、なんかこう今は昔はこう見てたけど今はこうなったよっていうお話とかもありますので、やっぱりちょっと調べ直して、で資料も見せていただいたりとかして、で書き始めたんですけど、ただなんかこう、土方歳三さんが好きで私こう史跡というか歴史の世界に入ったんですけど、でも歳三さんを、今回は主人公にはしてないですよね。タイトルには歳三が見た海ってなってるんですけど、主人公は歳三さんにはしなかった。そこがね、ひねりなんてね、すごいなと思うんですけど、じゃあちっちゃい頃から歳三さんが好きだった。きっかけは中学生の時ですね。父がもともと司馬遼太郎さんが好きで、家に結構本はあったんですね。で家族旅行に行く時もなんかお寺とか神社とか、なんか博物館とか、そういうことは結構行ってたんですけど、それが普通だと思って育ってきてたので、特に自分が歴史が好きとかそういうのも考えてなかったですし、社会とか逆に暗記物好きじゃないみたいな感じだったので。でも日野の生まれ何でしたっけ？日野の隣の府中なんですよ。でもそこもやっぱり新選組の地場で、新選組ゆかりのこの史跡とかもあったりするんですね。でそれこそその中学の時に燃えよ剣を読んだのがきっかけで、もうそこからこうどっぷりとぬめり込んでいった感じだったんですね。史跡なんかも近くにあるから、それがこれがそうなんだ、あれがそうなんだ。新選組が好きというよりは、歴史をフラットに父が好きだったので、いろんな本があった中 で、やっぱりパッとこう手に取った時に、自分の
地元の名前地域 の, この地名とかも出てきて、うん、郷土愛も割と強い方だったの で,、うん、であこれはちょっと気になるなと思って読み始めたら、うん、結構最初のシーンで暗闇祭りっていうのが出てくるんですね、うん、奥御霊神社 の, その例大祭なんですけども、はいはい、で私はもう毎年のように奥御霊神社とかにこう行っていたので、はいはいはい、あ地元のが出てくると思って、うん、ちょっと怪しげなシーンとして出てきちゃうんですけど、うん、そうなんですよ、ね、中学生にはねちょっと刺激的なシーンが出てきます。そこから始まるからすごいなと思ってそこで見せられちゃったなんか、ね、うちの祭りこんな祭りじゃないんだけどなあそうなんだところはありながらも、そこから入って、まずは自分のこの周りから史跡巡りを始めて。なるほど、うん、でもそこに住んでる子どもたちがみんなこうなるわけじゃないですか。そうですか。やっぱり何かねあったんでしょうね。そうですね、うん、それであの通して読んでくれましたけど、はい、どうでしたか。大変な本なの、いやでも、いや、僕もまあ戯曲も書く、まあ書き手の端くれですけど、よくあんな本書くね。すっごい力があるんですよ、あの字に、あの文章にね。だから、本当に、あの僕、まあテクニックある方じゃないけども、こんだけやってますから、その、声でごまかすとかそういうことができない本なの。もう精神全心全霊を、かけないとこれは失礼だなという本になってたので、すごい人だなと。魂を込めて読んでくださったんですね。そうだね、魂込めてますよ。いやもう最後の数日はねすごく一日中それに向かってやかましいって言われるぐらい緊張が、おそらく、ね、叫ぶシーンとかもいろいろありますしね。おそらくみんな我慢してんだと思うよ。マンションの中に、まあ、そう、それまでの朗読の奈良の里美チャンネルでこういう朗読何回かしてて、私もね結構やっぱり読んでると大きな声になっちゃったりしてたんですよ。でこもってやってるんですけど防音設備があるわけじゃないのでね、家族からねいろいろクレームがあったんです。特にこちらはねうるさいよってなんかよく言ってたんだけどもう言えない、ね、そのレベルじゃない、ね、そのレベルじゃない、あの先生とかもそうですよね、あのシーンはどうしても。いや、土方の腹部へと命中していた先生。すごい書き手だよね。すごいと思う、はい、ね、いやだから時代劇、いや時代小説って、まあ、実は一番難しいじゃないですか。一番書き手が少なくて、本当に そこにこんな女性が若くして出てきたら、しかも一作目ですよあれ。いやその後書いて、その後の二作も読ませていただいて、レベル高いですよ。だからね、応援しようと思って、うん、さっきおっしゃってたけど、その土方歳三さんが一番好きなのに違う人を選んできて、その人の目線で見るっていうところがね、まあ、面白いなと思って、うん、あの3作目もそうじゃないですか。そうなんですよ、うん、だからそこがこう広がりを持たせるテクニックでもあり、なんか世界観のね、なんですか、広がりっていうことなのか。ちゃんと落ち着いて俯瞰で見てる感じがします、うん、でもあの力、言葉は力があるんですよ、うん、なんかやっぱり、うん、土方さんもそうですし、まあ、3作目の小栗忠正という旗本の話もそうなんですけど、やっぱり自分がすごく好きな人物っていうのは、私小栗っていう名前もその方からいただいてるほどですし、あのすごく思い入れはあるんですけど、でもやっぱり主人公、この歳三が見た海だったら立川力という人が主人公なので、あのそこに出てくる感情っていうのは立川さんの目線でいたいっていうのは自分で思っていて、すごく感情的な部分も出てきたと思うんですけど、それは小栗桜ではなくて立川力の目線であってほしいみたいな、うん、でもそこに小栗桜の気持ちもいっぱい入ってます。もう 100% 以上入ってるんだけど、めちゃくちゃ言われてます。いや本当だから最初はね、やっぱり私もね、その時代小説とか歴史小説あんまり読み慣れてないので、あのだんだんこう誰だったっけかな、これ小栗忠正とかで、ね、順番の順で正、そうそうそう、なんかあの外国の小説読んでるみたいにこういちいちこう前のページをめくりながら確かめながら読んじゃうんだけど、後半になってくるとどんどん話が動いてくるんですよ。歳三が見た海もそうなんだけど、あの3作目のね、あの教順ですか、そうです、ね、はい、そうです、ね、はい、あれもねどんどん動いてきて、すごくこうのめりやすくなってくるんですよね。それが、うん、それがすごい、もうどんどんこう坂を転がるようにっていうのか、逆に登るのかわかんないけど、
なんかやっぱり私の場合はなんですけど、書くときにラストシーンをどうしようかなっていうところから考えることが多くて、なんかそこにこう行き着くにはどんな出来事がこう重なっていったらこうなるのかっていうのを、まあ史実はもちろんあるんですけれども、その中に記録されてない人の感情っていうのがやっぱりたくさんあるので、で残されてない部分って立川力なんてまさにそうで、本当に残ってない方なんですよ。新選組に入るまでというのがもうほとんど分かってなくて、そうなんですよ。今のまあ福岡県の生まれだったということとか、まあお父さんの名前は記録というのではないかっていうことは分かってるんですけど、その間どんな暮らしをしてたのか分かってなくて、そうなんですよ。じゃあ辺が創作なんですね。そうなんです。あの長崎に行ってるっていう話も、確かにその黒田藩の中でそういう話はあったんですけど、福岡藩の中で、あの、あったんですけど、ただそこに彼が行ったのかどうかっていうのは分かっていなくて、でも彼がなぜじゃあそんな筑前の国にいた人が新選組になろうとしたのかって不思議なところじゃないですか、江戸まで出てっていうのが不思議だったので、そこを自分の中で考えた時に何かきっかけになる人物がいた方がなんか不自然じゃないというか、松本さんになった、まあ、そうなんです。それの松本良順というお医者さんだったんですけど、あの方は実在の人物、実在のお医者さんで、あの新選組のこのお医者さんとして見てた方なんですね。ですね。で実際に長崎に行ってた時期があるの で、でもしかしたらそういうところの出会いとかもあったかもしれないっていうところで、そうだったの僕だからでもさ、あそこさすごく好きなところだって先生さ、あのいつか先生にお会いして、あの江戸へご挨拶行ってもいいですかって力が言うんだけど、もういつかなんか言ってたら一緒やねん、いつか自分で作るもんだよとか言うのって、こういうこと言われてなんとか行くってすごくリアリティがあって、シーツに何も書いたのすごいね。あなたが言われたら素晴らしいわ。あそこが一番いいと思ったもん。そう、あれねだってね、コメントで唯一コメントしてくださった方がね、いつかは自分で作るもの、これは刺さりましたって。笹野さんがいつか、そうだよ、若者に言うときさ、お前いつかなんかを言ってたら一緒でねえぞっていう、あれ、いそうだもん、偉そうな、上でずっと慕ってた、いや、慕ってた関係の人がさ、師弟関係にあった人がさ、いつか行かせてください、そういうけん、ね、なんか、あの、謙虚なふりしてるけど、お前自分守ってるんだろうと、言い訳してるというのは確かにそうじゃん。だ一生行けないよ。だまあ、その僕らでも俳優になるために上京するんだって、いつか行きたいからとか言ったら一生いつかないんじゃない、ないでしょ。いつか書きたいと思ってたら本は書けないじゃない。彼女もそれをやったからこそ書いたんだな。今わかりました。素晴らしい。実は創作でした。すごいね。新選組の質問がいっぱいあるんじゃないですか。うん、やっぱり僕たちは若い頃もうあの司馬遼太郎さんを読んでますから、世代的には模様剣はやっぱり読むんですよ。それから真逆の龍馬が行くも読みますしね、逆のがどうしてその新選組の側に、を書こうと最初に思ったんですか、その幕末の。やっぱり、でもね、先ほどもちょっと地元だったっていうお話をしたと思うんですけれども、まあ土方さんはその私が知ってる時にはもう結構有名というか、もう好きなファンの方もすごく大勢いらっしゃる方ではあったんですけど、やっぱりこの生きていく中で最後の本当に今回描いたあたりの函館のシーンとか、あのあたりですけど、本当にはなんかこの人は貫くものがあったんだなっていうのを感じて、やっぱそこが惹かれた部分でしたね。でそこはこの人のことをなんかこう形にしたいなっていうのはずっと長年思ってきて、なるほど。でもやっぱりそれを土方歳三という人主人公じゃなくて、なんかその傍らにいた人からの方がなんかそういうのって描けるなっていう気持ちもあったんですよね。であとなんかその彼は亡くなってしまうので、その後に残された人たちのことも描きたくて、でそこで今回はこういう形で、まあ、最後弔いという話になったんですけど、あの人がお坊さんになったのは本当です。本当でしょ、はい、でその話を結局ね、これちょっとミステリーにうまくこの人書いてらっしゃる、まあ、そこにもう一度ドア玉のシーンがもう一回戻ってくるんだけど、その人の名前を最後まで明かさないのがうまいと思った僕は。うまいです。誰が誰かおそらくわかる、読み切ったら、あ、これはあの人とあの人が明治30年になってて、30年経ってるという、ことじゃない、およそ30年経ってるお互いに年を取った人が最後の弔いがあったりをしに来ましたよというところで、うまいんですよ。うまいというか、やっぱりずっと読み切ってると時代劇ファンにとってはたまらない、スカッとした、そのやっぱりその
あの土方の剣のようにスパッとあの切れがいいんですよ。実際あのその地蔵院っていうお寺のお坊さんになっていて、うん、であの、うん、最初冒頭の方で書いてるんですけど、うん、村人が出てくるシーンがありますよね。あそこで あそこ人はすごい律儀な人なんですよみたいな感じでこう、ね、あの歴代住職のお墓も作ってなんてお話があって、はいはい、でもそれが本当は史実なんですね。それは本当なんですね。本当なんですよ。であの自分がお坊さんになってからその歴代の方のお位牌とか、うん、そういうお墓とかを整備されたらしいんですね。でそういうところとかあとそのもともと伝承として残ってこの切り方さっていうのがあったそうなの でそれを考えた時にテーマになったのがその律儀な律儀者の力が、うん、そう律儀の力、うん、それが結局だけどねやっぱりさ新選組終わった後あの出家お坊さんになってね、うん、それを弔うってすごいすごい意地だからこの話彼女が書いたのはやっぱり意地の話なのね男の意地、うんね、意地を張ったの、うんうんまあ、はっきり言っていい格好と言いますかねかもうこんなかっこよく土方がなぜ人気があるかってやっぱりかどこまでもかっこよくやったんだよ 男としてそら卑劣なこともそのためには卑劣なこともしてるから鬼の土方とずっと言われ続けて恐れられてきたんですけどこの中でもね、うん、この中でもいなくなっちゃった人だから要するに粛清というんですか ありましたよね近藤勇さんにやっぱりそのあの派閥争いみたいなところがやっぱり新選組の中ではあったんです、ね、魚の衆ですから、うん、本当の侍のちゃんとした教育を受けてる人たちじゃないから、うん、やっぱり鍛えないで剣だけみんなすごいけど、うん、みんなその北新刀流とかすっごい人たちばかりだけど、うん、剣豪ってここにありますけどみんなすごいみんなもう免許改善ばっかりなんですけど、うん、その人たちを集めたのがあのやっぱり近藤勇さんでありその副長の土方さんがすごかった、うん、土方さんがすごかったから怖かったからみんな、でもさ、でもほら徳川を守る人たちだったんでしょ、うん、旧体制を守ってきた、うん、徳川だって頑張ってるんだみたいなことして頑張ってきた人たちだし、うん、その3作目の教授もあの徳川を守る人たち、ね、こう滅びゆく人たちに焦点を当てる人なんですね、うん、この人はね、そういうことですね。でもなんか最初やっぱり好きになった人物はそういう人たちが多いんですけど、うん、でもなんか2作目の方は逆にあの薩摩藩の中村半次郎を主人公にしていまして、人切りで、そうなんです。人切りって言われてながらも最近分かったのは明確なのは一人しか切ってないっていうことが分かってるんですね。でその最新の説が今出たので、そっち側の説で書きたいと思って書いたのがそうなんですね。であのその唯一切ったと言われてる人が赤松小三郎で、うんうんうん、上田の人なんですけど、まあ、あの傭兵学とかそういったものを、うんうんうん、あの薩摩藩に教えていたのである意味先生だった人なんですよね、うんうんうん、でまあどういう経緯で本当にこう史実として彼を殺さなければいけなかったのかっていうのは諸説あるんですけれども、まあ、それをまあ切る側の気持ちでちょっと書いたっていうのが作品だったんですね。あい書いてほしい。いやでもね、あの戦国絵も描きたいっておっしゃってて、ですね、だから知識たるやどこまでどっからどこまで詳しいの？いや、まあでも戦国、まあ、幕末からまず入ったのがあって、うん、でそこからあのやっぱり大河ドラマの影響もあって、うん、やっぱり戦国面白いなって思って。うんうん、じゃこの大河ドラマ新選組やってた時はもうかじりつけるみたいな。もう楽しかったですね。お祭りでした、ね、そうですか。いや今ねこんなに新選組の話してるのでこれさぞ私が集めたかのようにねこれ正吾さんが持ってきてくださったんですよ。そうなんですね。ちょっとこの、ま、昨日京都から帰ってきました。京都の仕事があったので壬生寺に行ってそれで、その辺のグッズを買ってきました。壬生寺反対になってました。失礼しました。チェックからハブルから一気にあれを読んだことで新選組ファンになりはるんですよ。そうではまあ、元々そっちの方がどっちかというとそっちなんですけどもあのやっぱりちょっとあのちょっとあんまり言っちゃいけないところも京都なんかではね新選組ファンって言っちゃいけないところも少しある京都っていうところは。京都はね関西人の方がみんなそうってわけじゃないんでしょ。京都、ね、京都がそう京都がやっぱりこの人たちに荒らされたというのがあってもちろんその池田事件とかそういうことでもって、うん、あの
ね、修学旅行生がこういうグッズを買っていくというのはいっぱいあっていいこともあるんですけども、あの本音を言うと、うん、どっちかというとやっぱり京都人にとってはそう聞いたことあるというあります。あの私高校生の時に、うん、京都の伏見に住んでること文通してたんですよ。でそしたらなんか私の周り新選組話せる子がいなくてみたいなことはやっぱり言っていて、でやっぱりちょっと言っちゃう、親世代とかになると、うん、だいぶちょっとまだ残ってるって、ね、そんなに古い話じゃないの。そうなんですね。150年前なの。そうなんです。そしたらやっぱり長生きしてる人はちょっと聞いてるわけ、うん、親からとか、うんですよね、おじいさんから、うん、そういう人から聞いてる話からするとあれはひどかったとかいうのもちょっとあったりして、まあ、うん、両方あるじゃん。ちょっと聞きたかったのは、あのそれこそ萌え県の中に、あのちょっと読み返してきたらあったんですが、この、近藤さんの、近藤勇さんの道場が結局あの頃疫病、あそうですね、はしかが、すごいはしかなんだって、はしかがいわゆる長崎から来て江戸で大流行りしちゃって、そのこの人たちの道場方も、まあ土方さんも北総司もそうなんですけど、そこの教える人じゃん、剣術を。でそれから大流行りだったのか、全く人が来なくなったの、まあ、今と一緒なの。それどうしようかどうしようかやっていけねえぞというところで、この話があって、あの会津藩ですか、会津藩のね、うん、京都の警備に募集があったの、うん、もうとにかく将軍、ね、あれは15代じゃなくて14代です、ね、14代将軍 の、はい、あの上洛に警備するやついないから、その時もう京都はさ、長州であの非常に不穏でしたから、うん、守る人がいなかったんですけど、剣術が腕さえあれば、まあ、武士でなくてもいいやっていう感じで集められて、それに行っちゃって、まあ そこでの勢力争いがあって、まあまあね、その中であのこの近藤勇さんと土方のグループが勝ち残ったわけですよね、うんうん、確かに。で、あの思想がものすごくあったわけじゃないですもんね。まあ、あの、うん、ある人とない人と、ない人が、そうですね、ある人とない人でまた戦ってたんですよね。清川さんでしたっけ、清川さんがあって、その人がいて、それとまた真逆の方向になっていって、そこがまた面白いんですよ、ね、とにかく、キャラクターめちゃくちゃ面白い、こういうんです、こんな人、この人は一人ずつで本当に全部ドラマが描けるんですよね、描けますよね。さっきの力さんで描けたり描けるの、うん、それぐらいそれぞれの。でもそれはやっぱり創作なんじゃないんですか、司馬太郎さんの。それはもちろん創作もいっぱい、もちろん創作いっぱいありますけど、うん、ありますけど、どういうふうに見たか、どういうふうにでも調べてらっしゃるんですよ、うん、もちろん調べてらっしゃるけど、俺はこうかっていうのがあるじゃないですか、うん、でさくらちゃんはああ描いたんですなんかそう疫病の、ね、今お話ありましたけど、うん、なんかあの沖田さんもそれこそはしかになってしまったりとか。あ、そうだよね。そうなんですよ。それであの老害になっちゃったんだよ、最後は、まあ、最後は老害ですね、うん、で、でも上洛前には一回そのはしか屋で、うんうん、だけど軽症だったらしくて、まあ、治ったからよかったんですけど、でもやっぱり当時はしかといったらね、もうちょっと助からないかもしれないっていう病気ですし、うん、要するにまだないから免疫が、今あの時に免疫がついたので今は若い時に、うんうん、時は大丈夫になってるだけなんですよ、うんうん、子供の病気っていうことになってますね。そうそう、今ね、今ね、接種があればね、っていうのありますけどね、うん、大人かったら、まあ、大人かったら怖いって言ってたのこの頃の話から来てるんですよ、うん、だからなんかその文久2年ってその新選組が京都に行くのが文久3年なんですけど、その前の年にすごい大流行りしてたのが、はしかだけじゃなくてコレラが流行ってしまって、もう2つがもう疫病が流行りしちゃったので、ね、コロリと言ってた、コレラ、コロリと信者がコレラっていう、ちょっと今のとね、コロナとよく似てる、よく名前も似てるけど、コレラ流行りましたよ。そうなんですね、うん、覚えてるよ、ね、歴史の証人覚えてるように言うけど流行ったらしいです、本当はね。でなんかそのコレラのもうなんか3回ぐらいあの幕末流行ってて、なんか文政年5年かなに流行った時は、うん、なんかあの一回その西の方から流行り始めたけど、うん、沼津あたりでなんか止まったらしいんですよね、でおそらくそれって箱根の関所が機能したんじゃないかみたいなお話があったので、今でいうロックダウンみたいな状況があったのかもしれないみたいな。いやだから本当に歴史を調べると疫病ってすごい、疫病が戦争を起こしていることってやっぱりあるんですよね。動乱には疫病は必ずあるんです。これは疫病だぞということをあの
書いてる人、まあ、柴さんももちろん書いてる人、他の文献でも読んだことありますけど、やっぱり疫病ってすごいんだよね。いやーっていうことは今の疫病も、ね、今だから今は動乱かもしれない、うん、動乱前に疫病ありなんです。なんかやっぱこう波がねあったみたいなので、うん、やっぱそう文久2年の時はその2つが合わさってだいぶ亡くなった方がねいらっしゃったっていうことなんですけど、うん、でもじゃあその小説じゃないですけど、うん、病気がなかったらこの新選組はなかったのかみたいな話になってくると思うんですけど、ね、私個人の考えとしては、うん、近藤勇という人は、うん、一見城の剣道のこの、うん、道場主で終わる気はなかったと思って、なかったですね、この人ないよね。あの幕府の工部所っていう、まあ、ちょっとそういう武術を教えたりするような場所ができるんですけど、うんうんうん、そこの、 あの剣術の指南役みたいに自分でこう、うん、あのやりたいってなるんですけど、できなかったんですね、うん、近藤さんは、うん、でやっぱりそういう自分からこういろんなところにアクセスしたりとか、うん、あと自分は加藤清正のように、戦国武将の加藤清正のように出世したいって言ってたらしいんですね、うん、だから多分そのまま彼は終わってるつもりはなかった人だと思うんですよね、うん、新選組じゃなかったとしても何かしらこうやってたんじゃないかなという、うん、土方歳三はどうですか。土方歳三もでもいやまだ行くつもりでいましたか、うん、京都いわゆるいやでも、うん、やっぱりこの人も武士になるっていう気持ちで、あの家にこう矢竹をこうね、あの植えたりとかっていうことがあるので、やっぱり皆さんそういう気概は持っていたと思うんですよね、うんうんうん、でもね後世にこれだけ名前が残ってるっていうのはね、うん、しかも土方さんはほらあの美貌を取り出したみたいな、 なんかスーパースターじゃないですか。そうですね、まあ、写真がね、うん、もう残って、ね、なんかねお土産写真とかにもねなったりするぐらいナンバーワンですからね、人気グッズナンバーワン、あのいわゆるブルーファイトナンバーワンですナンバーワンです。あの起きた掃除のようで実はこのあの土方さんなんですよ。まあ少女漫画なんかでいくとね、やっぱね起きた掃除多いですよね、うん、やっぱりさんがね、いっぱいアイドルとスターって感じかな。アイドルとスターってちょっとだって早く亡くなってるから、うん、あ そこがね、あの、うん、そこがねちょっとね、そうそうあの、うん、天才剣士はもちろん腕は起きた方が上が一番ナンバーワンって言ってなかったですね、すごかったんですよ。この長倉さんという方と、この3番隊の斉藤はじめさんという方が大正4年ぐらいまで生きてて、ね、本当に最後は昭和まで生きた大使もいる。でもその方はもうあの新選組いた頃にすごい若かった感じだった人なんですけど、まあ、かなりね私たちも知ってる、ね、昭和の年代までいたっていうのが近い時代だなって感じですよね。あの最後に出てくる作助さんなんかもかなり若かったんですよね。作助さんもあのもちろん実在で、まあ、あの若かったんですけど、うん、でやっぱり当時すごくこの、まあ、土方家とその佐藤家のこの交流もあって、うん、であとその立川力と佐藤家がずっと交流していて、うん、その手紙というか、まあ、残ってたりするんですね。でだからそこから今回の話も生まれてる部分があるんですけど、いまだにその書状というかお手紙が残ってて、まあ、明治に入ってからの話とかなんですけど、なんかもう本当に当時ってお手紙自体も回し読みをしたりとかするのでなんか例えば、まあ、あの土方家に送ったのも佐藤家読んでるだろうし、その逆もまた近いだなっていう、戦争覚書という、ね、戦争覚書って書かれたんだけど、彼女はそれをずっと懐に入れてた。それをなんとか3年間待たせなかったから、でもなんか手のひらに収まるくらい小さく立ったんだもんね。とそんな小さい詩で書いたのかとかね。あと着物に縫い取りして、あの中介さんに縫い取りしたとか、本当に今も本当にやってたみたいな、ね、そんなに大事にしてるっていうのが、着物洗わなかったんだなとかね。いや、そうでしょうよ、ね、思ったんですけど、でもその結局、まあ、あの訃報を伝えに行くってこんな悲しいことないけど、うん、でも大切な役目なんだよね、うん、その命がけで伝えに行くわけでもだから、うん、戦火の中 で、やっぱりすごいなと思って、うん、でみんな若いじゃん実は、そうなんですよ、ね、20代30代もみんなそんな今の若者から考えると ね、それもう60代なんか20代30代の方々がすごい命がけで命、まあ、それこそたくさん亡くなってるんですけど、まあ、国のために戦ったんだなという、まあ、いろいろ
言いたいことはいっぱいあるでしょう、 お互いの方向でね。でも だけどこっちの側の本の方が少ないので、やっぱり龍馬が人気あるのであっちあっちばかりになっちゃうので、こっちの方本をやっぱり僕は、うん、読めてよかったなと思ってます、うん、だから赤穂浪士の方も平川の本がたくさん欲しいんだよね。あ、でも今かなり見直されてましたね。出てきました。だから、うん、ね。そうそう。いや、キラこそ悪者で、それを見て完全懲悪で気持ち強くなってというのが、お正月映画ほとんど舞台もそうだったんです。うん、昔昭和。ちょっとね、ストーリー化されてしまってね、うん、定番のものになってますからね、そうそうそう、あれはね。うんうん、でもまあ違うところから見ていくのも歴史の新しい面白さだからやっぱりいろいろおっしゃったように出てくるじゃないですか、新しい文献が違ったよ違ったよのが出てくるので、そうです、ね、うん、いくらでも書けるいくらでも書けないいくらでも書けないある意味本当に一つの手紙からも想像能力が広がっちゃう、そうそうそうじゃない、そこからこうだったんじゃないってそこで書いちゃえば、まあ、それが一つのね作品になっちゃえば広がっていきますから。でもね、さくらちゃんがこれだけ書けるって分かってね、そのうち時代劇書いてくんないかなって思ってその前に時代ドラマ書いてくんないかなってことをちょっとね言ってましたよ。どうですか時代ドラマってどうですか、時代ドラマ、時代ドラマってドラマっていうのそれは私たちが読めるということ、あ、そういうことか、セリフだけのセリフだけも時代ドラマみたいな感じでってことですかね、うんうん、確かに。そしたらこの朗読なんかでもできるかなって。なるほどなるほど、はい、なんかやっぱりこう一番最初に書いた本なので、うん、結構心情を書くことが多くて、うん、セリフが割と少なめな本だとは思うんですよ、うん、そうですね、うん、だからその分多分朗読も大変な部分が多かったんじゃないかなと思うんですけど、だからだん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 字の分も感情が入ってきてセリフみたいになってくるだからもう本当にだから読む上でなんか普段のこのお芝居と多分違う部分ってたくさんあったと思うんですけど、もちろん違う、もちろん違う、なんかどういう部分が私はそういう違いとかがどう演じようとかいうのがわからない部分があるので、うん、今回やるにあたってそのあたりってどうだったのかなっていう。いや、どうでした？もうでもね、やっぱりね、まあ僕ももうこんだけの年ですから40年ぐらいやらせていただいて時代劇も随分やってるので、時代劇のやっぱり時代劇って力、普通お芝居って力んじゃいけないんですけども、うん、力まないって喋られた場合のそれも、ね、NG になるんですよ、うん、何でも特にだからみんな大河なんか出てみんなくたくたになっちゃうんだけど、何回も何回も出てらんないぐらい NG 出すんですけど、それはやっぱりもっと力を強く欲しいんです、うん、というのを、そこまでってそれでいい加減なんです本当に、うん、はっきり言ってあんまり力入れると下手くそに見えるんだけど、まあ逆に言うとね、それもそれぐらいでやって、だって人殺す瞬間とか生きるか死ぬかのその一言が「いや」とかいうその言葉だけでもちゃんとした言葉じゃなくても、それをもっとないですかってなってくるのは分かるの、だからフラフラになっちゃって、で鎧格闘が何キロもあるのもあってね、肩こっちゃって奥歯がねちょっと腫れちゃったりするんですよそうなの、僕らもうみんなそう言っても、それ眠れない眠れないって、もう大河出た人は眠れないんですよね、戦国やったりしたら、まあ、まずこっちもそうですけど人を切らなきゃいけない、切るなんて切ったことないじゃん、切られたこともない、切られたこともないけど、まあ何とも切られるんですけど、ね、時代劇やればそうやればね、だけどそこへ持っていかなきゃいけないから、どういうふうにというのはやはり力技ってちょっとあるんですよ、うんうん、力感、いわゆる何というのかな、直球でいかなきゃいけないところがあまりにもあるんです、うん、あんまり変化球投げちゃったらバレちゃうんです、うん、でだから本当に直球で全部僕これぐらい直球で全部喋ってますから、その方がやっぱり来るんですよ、後で、あ、こんな、なんかこんな風に読んじゃったなというのが残らないの、何と思われてもいいから、そっちの方がやっぱり大丈夫な作品に忠実にやるにはそれしかないんですよね、うん、だってないと時代劇小説とか、うん、いい加減に かけてる人一人もいないと思うんですよ。いや、そうだと思いますね。そうでしょ？そうだと思います。必死に書いてるから、まあ、人のこと書いてるんだよ。しかも、なんか小説とかじゃないよね。小説なんか、まあ、自分のことを書くのとまた違います。そこに自分の思い出を入れるわけですから、やっぱそうだと思うんですよね。
ね、軽く読めないですよね。だけどこれって新選組ってほら玉言葉ってなんとかじゃねえみたいな江戸言葉とはまたちょっと違うなんか独特の味じゃないですか。 そうですね、それをね読んでるうちにだんだんなんかねベラン目になってくるウェーウェーってなってきちゃってなんかね悪代官さんみたいに聞こえた時なんか土方さんが、ね、これはちょっと年齢が違うんじゃないのみたいに言わせていただいて、あの時の土方さんより僕30ぐらいになってますから、それはちょっとね、そう、おめえはよーみたいな、ね、でもまさにあのうちの祖父なんかおめえよみたいな感じのでしょ、そう、文字とかはそうですね、あのちょっとあのすごいんですよね、そうなんですね、江戸弁のちょっともうちょっとなんとかべみたいな言葉も使うし、なんとかだべとかなんとかべみたいな、あ、うん、でそれはたま、あの地面でも言いますけど、あ、独特ってことではないかもしれないんですけど、やっぱり江戸言葉なんかやっぱりそのままね、ちょっとでも西に行くと口が悪い部分は、ね、口が悪い、だんだんそんな風に言う、ね、セリフとかはねとかえーとかなってきて、字の部分は感情が入ってきて、なんかすごくすごいことになって、ね、4話はでもクライマックスでしたから、4話ね、うん、4話落として読めないな、あれはちょっと明日あげないと、あれはスピードもね、とついたり緩やかに明日あげないと、なんかかわいそうじゃん、死んだ人が、なんか臨場感が、なんかなんていうんですかね、あの講談のような臨場感みたいなのがあって、いや、なんかその講談だと思って、でもそうですよね、なんかそういう感じのこの、なんかこう普通にこう朗読してしまうとやっぱりこう、うん、静かになってしまうじゃないですか、うん、なくなるシーンが、うんうん、どんどん盛り上がりが、南春夫さんってあの人講談備蓄がベンチで回ったから、あの要するに俵星源太とかなん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 とか言いながら歌ったりするああいう節はやっぱりね、やっぱり必要だと思うんです。うん、そうじゃないととにかく死にに行くわけ、生きるか死ぬかで人を切ることも嫌じゃん、だけどしなきゃいけないと嫌だと思うんですが、どんな人も切るのが好きな人なんていないはずなんだけど、ここの仕事としてやってるわけで、天命としてやってるわけでしょ、この人たちが。そこの部分行った時に軽くはやっぱり読めないな。でもね、やっぱりなんかのどんどん読んでるうちに、なんか私が言うのもなんですけど、こう良くなってきたみたいな感じがあって、そうですか、あのありがとうございます。ビニーさんに、あの何でもないとこ読んでるようでいても、こうなんかこう工夫が見られるというのか、感情が見えるというか、良くなってきた感じがしましたね。それでなんか2作目3作目も読ませてほしいとか言ってますけど、どうでしょうね、さくらさん、どうやってくださいですか。私も1作ぐらい読ませていただこうと思ってたんですけど、やっていけばいいじゃん。あの一応長野さくらチャンネルですから、これやればいいと思いますよ。はい、そろそろ締めに入りたいと思います。そういうことで、さくらさんにはもっとどんどん書いていただきたい、頑張ります、はい、で、まあ、できたら私たちもね、それあの読ませていただいたり、お手伝いさせたりさせていただいたりしていきたいなと思ってます。今日は何か言うことは他に、あの僕、磯の丹波の神のってご存知ですか。磯の丹波の神直系なんですよ。それで上おばあちゃん、終わりにしたいと思います。これからもよろしくお願いします。